GT スポーツに待望の新規車種が追加されました。顔はジャガー F タイプの立ち物にしか見えませんが、これはトヨタが2021年に発売する新型マシン GR86 です。この車のルーツをたどると、1983年に登場した小型の FR、AE86 型スプリンタートレノ、カローラレビンに行き着きます。中の人はこの時代に生まれていないプチプチの若者なので昭和とかいう意味性の時代についてはちょっとよくわかりませんが、この時代には手軽な価格で手に入る FR がすでに絶滅種だったらしく、また、中古車として非常に安く手に入ったことから、AE86 は走り屋たちの間で非常に人気であったという民話が VHS と呼ばれる古代の風景を記録した古代文明装置に記録され、古い民家の納屋の奥などにひっそりと保管されているようです。2010年になると、経済停滞や自動車に対する価値観の変化から、FR ライトウェイトスポーツはついにマジものの絶滅種となりました。そこに登場したのが、AE86 の型式番号を車種名として引き継いだ、トヨタ86。AE86 が1トンを切る重量だったのに対し、新しく登場した86は1200キロを超える2リッターエンジンの車だったため、これのどこが86の後継なのかという意見もありました。しかし、新しく登場した86をライトウェイトとは呼び難いとしても、この10年で、重量級 FR としての地位を確立することには、間違いなく成功したと言えるでしょう。そして2021年、トヨタ86の後継が誕生します。新たに GR86 と名付けられたこの車は、新型コロナウイルスによる日本経済の大崩壊を価格に織り込んだためか、価格は86万円という超バーゲンプライス。違うからね。こんなもん86万円で買えるわけないからね。グランツーリスモスポーツ内におけるクレジットという単位は、日本語環境では、1クレジット1円と読み替えることができます。ゲーム内に収録された車を見てみると、例えば86の後期型がこのような値段であったりと、実際の車両価格をゲーム内にも反映した価格設定になっています。ということは、新しく発売する GR86 も、86万円という超バーゲンプライスで登場することは確定的に明らか。本当にこんな値段で出てきたらもうそれだけで事件だからね。救急車を運転する救急隊員が患者を乗せたまま崖から飛び降り自殺するくらいの大事件だからね。というわけで、バブル期のお買い物車みたいな超バーゲンプライスで登場するこの新しい GR86、ちゃんとお値段以上の価値はあるのか、それとも値段ほどの価値もないゴミなのか、虫眼鏡で光を集めて燃えるかどうかでテストしていきたいと思います。まず先にお前の油ぎっしゅでよく燃えそうな髪の毛を燃やしてやろうか、頭皮をチリチリにしてその上にキャッサバでも植えてやろうか。人の頭で八幡農業を始めるのはやめてください。あとたまにコメント欄に。ゲームデイ、パカカカヨ、テカワーライ。みたいなやつが湧いてくるんですけど、もしかしてゲーム内の車の速さをわざわざ実車で調べたりする人ですか？バカなの？死ぬの？あの名車86がパワーアップして帰ってきました。今回の検証車両はグランツーリスモスポーツバージョン 1.66 で追加されたトヨタの最新スポーツ GR86 です。先代となるトヨタ86は2012年2月2日にデビュー。自分だけの1台を楽しみながら育てる、お客様と共に進化するというコンセプトの通り、先代の86は若干パワー不足を感じるエンジンでしたが、それゆえにチューニングやドライビングに幅を持たせる車でした。もっともオリジナルの AE86 は排気量 1.6 リッターのエンジン、発生する出力は130馬力というスポーツカーとして見るにはかなり非力な部類の車だっただけに、その名を継承するトヨタ86に大きなエンジンパワーを期待する人がいるとは思えません。2012年に登場したトヨタ86が他の車と比べて若干パワー不足であろうと、そこに文句をつける人はいないでしょう。しかし2021年に新しく登場した GR86 は先代のトヨタ86のパワー不足を解消する方向に進化しました。先代のトヨタ86が搭載していた2リッターの水平対向エンジンを 2.4 リッターに拡大し、エンジン出力はトヨタ86前期型の200馬力からゲーム内出力で235馬力まで向上しました。2.4 リッターという数字の印象からかなり鈍重そうな車という印象を受けますが、重量は先代の後期型から30キロ増の1270キロに収まっており、 F タイプみたいな顔をしている割には S2000 くらいの重量で収まっています。比較対象となるのは先代となる 86GT リミテッドの後期型。グランツーリスモスポーツには2015年モデルの前期型 86GT と2016年モデルの 86GT リミテッドが収録されていますが、今回の検証には後期型を使用します。GRMN のこともたまには思い出してあげてください。前期型のパワー不足を補うために7馬力アップしたエンジン、そしてそれを効率よく活用するためにファイナルギアを変更。2010年代には希少となった、比較的手頃な価格で手に入る中量級 FR スポーツ。重要な役割を担ってきた先代がどのような走りを見せるか、注目です。すっごい久々のレグリミットの速度確認。前にこれやったのいつかもうわかんないんだよな。61キロ。でさあマリサ、何よ、この検証って何のためにやってるの？シフトポイントって状況によって少し手前にしたり引っ張ったりすることがあって、特に上まで回る NA はレグリミット目いっぱいまで回す状況もありえるから、レグリミットの確認は大事なんだとさ。3速143キロ。
これトヨタ86の前期型と一緒じゃね？四速183キロ。これは確定だな。このクラスの車は5速より上のギアを使う機会が少ないだろうけど、一応見ていくぜ。5速223キロ。5速はよくわかんないけど、だいたい前期型と同じようなギアスと思っとけば良さそうだな。ちなみに動画には撮り忘れたけど、6速は巡航用だから、結構回転が落ちるところに注意だぜ。ちなみに GR86 のギア比はこちら。そして86前期型のギア比はこちら。ギア比一緒やないかーい。同じギア比でもギアごとの速度が違うのは何かしらね。左上にひっそりとレグリミットが書いてあるけど、これが GR86 が7400回転だったのに86前期型が7500回転なんで、多分その辺の差だろうな。続いて04テスト。まずは GR86 のテストですが、中央のインジケーターの右端でシフトチェンジした場合と、右端より引っ張った状態でのシフトチェンジの2パターンを試します。まずはインジケーター右端でシフトアップした場合。タイムは14秒650。これを基準として、もう少し引っ張った場合の04タイムを見ていきます。今度はもう少しシフトポイントを遅らせた場合。シフトチェンジのタイミングで高回転よりもシフトが一歩リード。そしてその後もじわじわとゴーストを引き離していきます。高回転よりのシフトが一車身以上の差をつけてゴールイン。今映ってるのがベストなシフトポイントとは言えないだろうけど、シフトポイントが高回転よりになるのは間違いないだろうから、最適なシフトポイントを探るときの参考にしてみてくれだぜ。最後に、GR86 のゴーストと、仙台の 86GT リミテッドの04勝負。新型が完全にリード。二速の加速から完全に勢いが違います。そのまま GR86 が突き放して先着。パワーが30馬力くらい上がってるから当然の結果とはいえ、04でコンマ6秒以上のタイム短縮はめちゃめちゃ大きい差だと言えそうだぜ。それでは、条件説明に移ります。バトル形式は、ゴーストを使用したタイムアタックバトル。皆さんにも、通信交換の相手がいなくてなかなかゲンガーにできなかった苦い思い出が脳裏をよぎるのではないでしょうか。ポケモンのゴーストじゃねえんだよ。使用するコースは、鈴鹿サーキット。最近馬娘が流行っているそうですが、サイレンス鈴鹿は特に関係がないようです。ゴーイング鈴鹿が応援に行きました。は？チューニングは無改造、タイヤはスポーツハード。ゲーム内で車両を購入した時の状態のままですが、タイヤは車を購入した段階でスタイヤを装着している点に注意です。ABS の機器は標準、極端なインカットを防止するため、ショートカットペナルティを設定してあります。まずは、GR86 のタイムアタックを行い、そのゴーストを、86GT リミテッドで追いかけることにします。まずは GR86 のタイムアタック映像から。サーキットではどんな動きを見せるのか、ちょっと楽しみではあります。ちょっとじゃないくせに。シケインを脱出重視のラインで通過し、ホームストレートでの速度を稼ぎます。シケインのミスでしけた速度にならないようにね。ルーメンだよ。音は前の86と一緒なんだよな。行ってる間にスタート。デイリーとか動画の撮影で死ぬほど聞いた音だから、もうちょっとなんか変化が欲しいぞ。元は同じエンジンなんだからしょうがないだろ。1コーナー2コーナーへの進入。ちょっとブレーキ余ってんな。音も余ってやんの。なんなんだよ。続いて S 字。脱出で横 G が残ったまま雑にバンってやってるヒムと、ギアが中途半端にブルブル滑っていきますね。仙台の86はトルク感が足りなくて、3速で雑に踏み込んでも大して何も起きなかったけど、新型はスライドが起きるくらいのトルク感があります。ここは円的に乗せすぎるとギアが滑る。コ
この上りも、特に高回転行きの失速感がだいぶ減りましたね。この車は若干パワーバンドを外しても軽いギアを選んで大丈夫そう。四輪を設置させとけ。ちょっとブレーキ余ってんな。先代が持っていたコーナーのエントリーのひらひら感は若干薄くなった感じがしますけど、まあ味付けの違い程度の差のような気がしますね。折り返し地点のヘアピンに侵入。ここまでの評価は割と上々な模様。一瞬カウンターを当てましたけど、侵入じゃなくて脱出でちょっとパワースライドが起きるくらいのパワー感ですね。とにかく上りの伸びが全然違う。これも S2000 とかともいい勝負なんじゃないかな。スプーンに侵入。侵入は前のよりちょっとアンダーっぽい気がするんだよな。アンダーというか、ターンインでクエット向きが変わる感覚がなくなって、一定の曲がり方をするというか。スプーンを抜け、西ストレート。2.4 リッターになったエンジンが試されます。いやもう全然伸びるやん。多分エンジン特性自体はそんなに変わってないと思うけど、高回転域の速度の伸びが全然違う。ギア比は電気型と一緒だけど、別に高気型のファイナルが必要とも思わないもんな。喋ってたらちょっとチキった。そして最後の試験。あーまたブレーキ余ってんよ。なんなんだぜ。今下打ちした？最後の試験は3速でクリア。最終コーナーをインベタで回り、ゴールタイムは2分29秒040。鈴鹿のタイムアタックが久々すぎて基準がわからんけど、とりあえず前代よりはかなりタイムが上がってそう。30馬力も上がってて遅かったら手はないぜ。さすがにタイムで先代を上回っているのは確実と思われるので、焦点は新型がどれくらい旧型を引き離すかでしょう。86の時間だー。どうした急に。今日のテストはいつもの富士スピードウェイを抜け出し、久々の鈴鹿。ゴーストは新車の GR86、そしてカメラは古くなった86からお届けします。こっちの86ももうすぐポンコツね。胸アツ、なんやかんやでデビューから10年近いトヨタ86、新しくなった GR86 に04ではちぎられましたが、旧型の意地を見せることができるかどうか、ファイナル変更でも加速では新型に迫れなかった以上、勝負どころはコーナーしかありません。まずは予想通り、GR86 が先手を奪いました。しかしこれはちょっとどうなのか、GR86 がどんどん前に行ってしまう、1コーナーまでにこれだけの差、これだけの差がついてしまいました。GR86 が最初のコーナーまでのストレートで、5車身以上のリードを築きました。先代となる 86GT が挽回できるのはインフィールドということになりますが、果たしてコーナリングスピードに差が出るのかどうかが見どころ。S 字に差し掛かる。一つ目、GR86 は順調にクリア。うまくいったアタックのゴーストだから当たり前体操だね。崩れてきそうな崖を左手に S 字二つ目、そして観覧車の視線を浴びながら S 字三つ目。目玉付き観覧車とか怖すぎでしょ。逆バンクには宣伝に必死な企業の看板が左手で三つになっております。若干広告に空白があったのが気になりますが、日本企業の体力は果たして大丈夫なのか。ダンロップは2台とも限界。先代の86はパワーがやや足りず、侵入で少し見よりラインから入ります。まだ GR86 はかろうじて視界の中、ファイナル変更で回転を維持しやすくなった後期型の86ですが、しかしこの差はどうか。デブナーとその先のヘアピンを抜けると、前回区間の長いセクションが続きます。デブナー1つ目、依然として GR86 が大きくリード。デブナー2つ目、ここも差がつまらない。 GR86 は86後期型から重量が 30kg 増えていますが、重量の差はコーナリングにほとんど影響していないか。まあぶっちゃけこのゲームで理論とか体感も普通にコーナーが速い。 GR86 は先にヘアピンに侵入、旧型が遅れてヘアピンに差し掛かる。一瞬カウンターを当てた新型に対して旧型は挙動が穏やか。しかしその分脱出から先の立ち上がりが苦しい。 GR86 が突き放す。これは一方的な展開。新車の白い車体が鈴鹿のグレーの絨毯を駆け抜ける。 200R は緩やかに上り、そしてまた緩やかに下っていきます。ギア比の相性と上りのトルクが要求されるこの区間、 GR86が大きなリードを取りました。これはもう車出るチェンジとかいう自分じゃないな。完全に別の車だよ。あまりの大差にウープ主のメンタルがやられている。 GR86 って新たに年単デバッキ機能を搭載したのね。それならバトルで実力を発揮しそうね。 AE86 にはピンチになると相手をスピンさせたりイタチを召喚したりする機能があったらしいけど、メンタルデバフもこれはこれで強そうね。相手をスピンさせたりイタチを召喚したりするのはむしろ藤原匠のスキルじゃないのかと小一時間問い詰めたいところですが、この西ストレートには果たして衝撃的な展開が待っていたりしちゃったりするのか。飛行球場ごときにすら魔物がいたりするらしいから、鈴鹿さとにも魔物くらいいるだろ。高校球児に死ぬほどエラーさせまくってホット M でどんな野球監督は帰ってどうぞ。事故ったら全く笑い物にならない 130R。 ここでの狙いすぎは即スピンアウトの玄関口。そして GR86 はすでに試験に差し掛かろうとしている。圧倒的なこのリード、勝負はすでにジエンドか。若干レーシングラブ海を出していく。道の先にはもうあいつはいない。新しくなった GR86、 86の名を継いだ新しい86、テールランプすら視界に映っちゃいなかったんだ。俺が走るから道がある、そう言いたげな走りさ。消えてゆく。
蜃気楼の彼方に。買ったのは、GR86。そのゴーストは、最速の彼方に。2010年代のスポーツシーンを引っ張ってきた86が、新しく GR86 となって帰ってきました。エンジンの排気量アップとパワーアップは、大きな変更点と言えますが、全体的には、大きく特性が変わったというより、先代の86の不満となりそうな点を改善する方向の進化だったのではないかと思います。最も大きな変更点は、エンジンの排気量アップ、そしてそれに伴う、パワーアップです。これによって、パワー不足はかなり解消され、上りで加速が止まる感じも薄くなりました。ギア比は、先代の86と同じで、ファイナルは前期型と同じ 4.1。後期型と比べると、若干回転落ちが大きくなりますが、それが全く気にならないくらいのパワー感があり、加速では、先代86の後期型を、完全に上回ります。ハンドリングに関しては、先代が持つ、ブレーキングからコーナーに侵入していく際の、旋回性能の高さ、ひらひら感みたいなものは、若干薄まった気がしますが、その差はほとんど、微妙な味付けの差の範疇であるように思います。高い速度からのブレーキング、そしてそこからのターンインの姿勢は、先代の86は、若干オーバーステアの挙動を示すことがありますが、新しくなった GR86 は、進入の挙動がニュートラルで、非常に癖のない、安定した挙動になりました。ただしその分、先代よりも警戒感を欠くという評価もできると思います。このあたりは、どちらかに味付けを振れば、その逆方向を欠点として挙げることが自動的にできてしまうので、ここは個人の好みの問題かと思います。旧型も新型も、どちらも、進入で、特別不安定な挙動を示すということはないので、味付けが多少違うくらいにイメージするといいかと思います。コーナー脱出は、新型の方が、パワーが上がっているので、3速でテールが滑り出した時に、パワーでスライドを維持しやすくなったように思います。先代はパワーが若干不足していて、特に前期型は、テールスライドを起こしても、テールスライドが止まりがちでした。新しくなった GR86 は、スライドを維持するだけのパワーが与えられており、ノーマルでも、ドリフトが楽しめるようになっています。ただしその分、極端に雑なアクセルワークは許容しなくなった印象があり、低中速コーナーの脱出は、アクセルワークに、多少の慎重さが要求されます。全体としては、先代の時点ですでに AE86 の雰囲気を残した車ではありませんでしたが、今回新しく GR86 になったことで、トヨタで言えばセリカ、国内メーカーで言えばトヨタ版の S2000 という雰囲気が強まり、全体的にバランスの整った、欠点の非常に少ない車に仕上がっていると思います。ただ、86といえば、パワーが足りないという欠点こそが、むしろアイデンティティみたいなところがあるので、パワーに不満のない86というのも、個人的には若干違和感があります。パワーに不自由がなくなった分、全開率は下がり、AE86 の特徴とされていた全開率の高さ、回転を維持し、高い速度でコーナーを抜ける楽しみは、新型 GR86 では、若干薄らいだ感じがします。車自体は、重量級 FR としては非常に高いレベルで仕上がっています。しかし、完璧に近い仕上がりを見せるこの車にとって、86という数字が、一体何を表しているのか、86という数字にどんな思いを込めようとしているのか、そのあたりが、ややわかりづらくなった気がします。ところで、イニシャル D の主人公はこの車のオリジナル、AE86 に乗っていましたけど、AE86 って、あの漫画が出た1995年の段階で、解体や送り寸前とか、10年前のポンコツとか言われてたじゃないですか。しかし、2021年となった今、むしろ86の方が最新鋭で、逆に FD とかランエボの方が、年代的にはオンボロ臭が出てきたわけです。エボ4のデビューなんて10年前どころじゃないですよ。25年前ですよ。信じられますか？というわけで、時代的には、もはや当時の86どころじゃない古臭さを出してきたエボ4ですが。もしかして今なら、86の方がランエボをアウトオブガン中にできるんじゃね？